はい、こんにちは。わがらみゅうじさんです。ベーサーリわがら。月曜日のテーマはニュースです。このコーナーでは、わがらが気になったニュースを取り上げて何か発言します。はい、今回のニュースはこちらです。はい。もうすぐホワイトデー。ホワイトデーで、キリチョコへのお返しは何を選ぶ？です。まあこれまあニュースっていうほどのことではないんですけれどもね。まあ来週はホワイトデーなんでね、お返し何しようかなというね、男性陣いらっしゃると思うんでね、なんか参考になる情報提供できたらなと思います。まずね、本命のお返し何にしようか迷ってる方は、まあこれネットとかでもいろいろ載ってるんでね、参考にしつつ、まあ人によって好みだったりしてほしいこととかね、まあその人、まあその人それぞれなんでね、まあちょっとの本命くれた方のリサーチをしてお返ししたらいいんじゃないですかと思います。はい。そしてまあ義理チョコへのお返しですね。まあ、勤め人の方なんかは社内で義理チョコをもらったけどお返し何しようってね、迷ってるかもしれないんで、まあ何がいいんでしょうかね。はい。女性に喜ばれる義理チョコのお返しのワンポイント。形として残らないものや義理チョコと同額程度か少し高いものが女性に喜ばれる義理チョコのお返しです。はい。義理チョコのお返しで形に残るようなものをもらってしまうと、ほとんどの女性がどう取り扱って良いのか困るため、多くの人は形に残らずすぐ消費できるものを選ぶ。はい。まあね、まあ、形に残らずすぐに食べられるもので比較的人気なのがクッキーやチョコなどの詰め合わせで、嫌いな人も少ない傾向にあるから、まあこちらはホワイトデーでのお返しに最適とのことです。まあ、その他には紅茶ティーパックのギフトやおしゃれな入浴台、まあ、お取り寄せのスイーツなどが女性に喜ばれるそうですよ。そしてあまり喜ばれない義理チョコのお返しのワンポイント、渡された義理チョコより安いものや好みに合わないハンカチはあまり喜ばれません。はい。あのお返しで受けを狙って安価なチロルチョコを数個だけ渡すことは、たとえ冗談であってもかなり印象が悪くなるのは間違いないです。はい。まあ、これと同様にコンビニやスーパーにあるホワイトデー直接コーナーなどでよく見かけるような面白ネタのチョコなどもあまり女性受けしないので控えておいた方が良さそうです。はい。まあね、こういうお返しするんだったら帰ってお返しをしない方がいいそうですよ。はい。これやろうとしてた人注意です。あとはまあ好みに合わないハンカチ、はい、これもらうと女性のは非常に困るので、これやろうとしてた人もやめた方がいいと思いますよ。そして、はい、女性の本音と義理チョコお返しの予算ワンポイント。女性は義理チョコのお返しを期待していないので、予算は義理チョコと同額程度の500円から1000円ぐらいが良い。ホワイトデーでのお返しに対する女性の本音は意外かもしれませんが、男性が気にしているほどお返しをもらうことに期待していないのが実情です。しかし、ギルチョコのお返しを期待していないという女性が多い中でも、やはりお返しをされたら嬉しいものですし、女性からのポイントも上がりそうです。はい。まあね、ホワイトデーでのお返しをするのに 何を渡せばよいか迷った際は予算から決めて、その中で合うお返しを選ぶと良いかもしれませんね。はい、以上です。
まあ、ギリチョコ何にしようか迷ってる方、参考になりましたか？まあね、和柄がね、気になったのは、ちょっとゴディバさん気になりました。さっきのギリチョコのお返しの話題とも話が変わるんですけれども、ゴディバさんね、先月、日本はギリチョコをやめようというね、広告、新聞広告を出されてたんでね、ホワイトデーはどうなんだろうって思ったら、あ、ゴディバホワイトデーコレクション2018、はい、今年のホワイトデーはありがとうの相談になりますというのがホワイトデーのゴディバさんだそうです。ありがとうの相談に乗りますをコンセプトに、ホワイトデーをバレンタインのお返しの日ではなく、大切な人に感謝の気持ちとありがとうの言葉を送る特別な日としてご提案します。そうです。ちょっとまだね、ちょっとまあ綺麗なことを言ってんなとか、まあ、その先月の広告のことがあったんでね、和柄を持ってしまうんですよ。まあ、その、まあ、広告について和柄を持ったことは、まあ、そのギリチョコをやめようの方ですね。まあ、本命である自社製品の売上アップが目的だけど、まあね、バレンタイン楽しもうみたいな。ギリチョコをやめようって言葉で、まあ、ちょっと綺麗事でくるんでるような感じがして、和柄はねちょっとあんまりね、好かなかったんです。なんでね、まあね、そういうことはバレンタインの時言ってたんだから、ホワイトデーでもギリチョコのお返しやめようとかね言えばいいのにって思いました。あのね、まあギリチョコのお返しはもう今年はしないから、来年からはもうギリチョコ配んなくていいよって、そうすればね、まあ女性陣も、まあ、お返しもくんないんだし、もう来年からギリチョコ配んのやめようってなるかもしれないんでね。あ、ゴディバさんどうですか？で、なんか1ヶ月前の話を蒸し返すようでね、申し訳ないんですけれどもね。まあちょっと気になってたんで、わからん。まあ、正直、まあ、どうでもいい話題なんですけれども。というわけで本日の一曲いきたいと思います。どうぞ。しております。はい、先週2人減りました、チャンネル登録者。あの我が笑ってるけどちょっとショックでしたよ。というわけでね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは明日も見てください。ありがとうございました。